快活クラブご利用の皆様、こんにちは。プロダーツプレイヤーの有原龍太です。本日はカウントアップゲームの操作方法と遊び方をご説明させていただきます。カウントアップは投げたダーツの点数を加算していき、高得点を競うゲームです。1人3本ずつ投げて合計8回繰り返します。対戦相手がいる場合は対戦相手と交互にダーツを投げます。まずはゲーム選択画面でカウントアップを選択します。こちらの黄色いボタンの P3 を押します。次に一緒にプレイする人数を選択します。2人でゲームする場合は黄色いボタンの P2 を押します。ゲームが始まりましたら、投げる人の順番を決めてダーツを投げます。点数が加算されていることを確認しましたら、ダーツを抜きます。ダーツを抜いたら、こちらの赤いボタンを押して次のプレイヤーに切り替えます。これを一緒に投げる人と順番に1人8回ずつ繰り返していきます。ゲームが終了すると一番点数の高いプレイヤーが勝ちになります。カウントアップのコツは高得点のエリアを狙うことです。ボードの中心にあるブルは50点と配点が大きく狙いやすい位置にあるためおすすめです。まずはこちらのブルを狙ってカウントアップをしてみましょう。